多方等本宝寺は、京都府京都市上京区にある、日蓮州の本山。三号は、明正山。達中が三院ある。北家行者として、強い信念を持つ日清は、1439年、足利義則の屋敷へ赴き、庭中へ直訴し、伊沢暁を図る。足利義則に、世の中が乱れているのは、北家行を信仰していないからと説いたのである。 驚いた幕府は、伊佐赤暁を禁止する。それでも日清は、諦めることなく、神明をかけた伊佐赤暁書、立正地国論を表したため怒りに触れ、寺を焼かれ投獄される。1441年、赤松三助のムーホンで、足利義則が暗殺されたことで日清は赦免される。赦免後、獄中で知り合った、本阿弥清信の記憶を受け、後に、 本阿弥家の母大寺となる。1463年地蔵が原にて、焼いた鍋を頭にかぶせる滑稽を受け、後に、鍋かぶり日清と称されている。桃山時代の絵師、長谷川東博は、本邦寺10世、日通と交友があり、達中協業員をお宿としていた。このため、当時には、東博の作品やゆかりの品が多数で遠来している。現重は96世。 セ川日照漢寿。親氏法園園頭でいら。本法寺は時点によれば、1436年日清が、本阿弥清信の家を得て創建。当初は東道院綾野工事にあった。前日の通り、日清は1440年、足利義則の怒りを回答獄されたが、翌年赦免された。日清は1463年にも投獄され、寺は破却されたが、 翌1464年斜面され、寺は三条までの工事に再建された。1536年本法寺は、落中の他の法華系寺院と共に、天文法華の乱で消失し、境に避難した。1542年、小奈良天皇は、法華集記落の臨時を下し、本法寺は一条堀川に再建された。百八十七年、豊臣秀吉の命により、 現在の地に移転している。1788年天命の大火により消失したが、その後再建された。当時、地図、日清蔵山和栗友への庭十の庭転居。2000年までに指定の国宝、重要文化財については、国宝、重要文化財大前別館による。日蓮宗は昭和16年に本末を解体したため、現在では、旧本山。 旧末寺と呼び習らわしている。京都市営地下鉄、烏ラ線倉間口駅から徒歩15分。ありがとうございます。